ぎと卵、うん、まあ、卵と生姜、はい、これぐらいかな、うん、ブチューって入れて、生姜ブチューだけでいい、うん、もうちょい OK。ごま油を入れます。はい、で炒めます。じゃじゃーん、出てきた。ネギを生姜とごま油で炒めます。ぐる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 混ぜます、うん、はい、よく炒めます。炒めて炒めて炒めます、うん、さあ、ネギがね、あ、もう近そう、ピンってやったら飛んでくよ。ネギがしんなりするまで炒めます。ねえ、ここで生姜まとまってる。いい、まとまってても、まとまってもいい。炒めてるうちにだんだんほぐれてくる。しがみいっぱいついてる。ネギと生姜のいい香りがしてきたら、ちょっと緩めるんでしょ。うん、緩めない。はい、もうちょっと、もうちょっと炒めた方がいいかな。はい、そしたらここにお湯を入れます。水いっぱい入れたらまた、ついてここ手気をつけてくるくるくる。いいよ、あとはこれだけ寄せてやって、プチッコの全部取ります。はい、そしたら次、はい、ここにちょっと味をつけますよ。はい、消して、まずは何回中華スープの素、はい、コンって入れて、はい、OK、うん、一回で、お醤油をちょっとちょっと混ぜていい？うん、じゃあ混ぜて。お塩をちょっと、いい香りがしてきましたね。いい香りしてる。はい、じゃあそのまま置いといて、はい、煮えるまでに卵をほぐします。はい、一旦卵割って、ここのネギ入ってたところでいいから。パーン、お、じゃあもう一個、いいよ、こうしていい、このままで、ね、はい、シャッ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 、
次水溶き片栗粉作って、それね、今片栗粉が入ってるから、これお箸汚いよ、お箸じゃなくて何、ちーちゃん指で混ぜるね、だくるくるくるって、ママちーちゃんやれる、あ、ちょっと待って、はい、これ水溶き片栗粉、それをはい、くるっと混ぜて入れて、はい、ちょっとお鍋に、お鍋、はい、入れていい、よん、はい、一気に入れていいよ、じゃばーん、はい、とろっとするよ、混ぜていいよ、水溶きからきた、うん、水溶き、じゃ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 、水溶き片栗粉もちょっと入れようかな、はい、もうよーいでしょ、うん、そしたら沸いてきたらそこに卵を入れます、ちょっと強くしてね、うん、入れていい、うん、まだ沸いたら、まあ、沸かせんの、うん、まあ先週も飲みたい、待って、わ、湯気が立ってる、うん、湯気が立ってきたね、あ、いい匂い、いい匂いしてる、卵を入れたらもっと美味しくなるんじゃない、はい、そしたらここに、はい、どうぞ、はい、卵をくるーっと、うん、くるーっと入れるの、ちょっと待って、まだ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 、はい、入れれる、うわ、一気に入れたね、えらい、よし、結構一気に入れちゃったね、ちーちゃん、ふつ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 ってね、卵が上がってくるからあんまり触りすぎない、うん、いや、お玉持って、いい匂いが伝わってきちゃうぞ、いや、うん、沸いてきたら火を切ってそーっと混ぜて、うん、OK、 じゃあちょこっとお椀にとって味見してみてください、ちょこっとよ、味見なんだから、はい、先週も飲む、はい、味見してみて、でも熱いと思うけど、ふーふーして、じゃあ先週に味見してもらう、うん、食べる、自分先週も飲みたい、え、入れていい、あ、それダメ、うん、ちーちゃんのもらって、うん、どう、薄い、ちょっと待って、ちょっと熱い、熱い、ちょっと貸して、うん、兄ちゃん飲んでもらって、おいしいから、ちーちゃんも飲みたい、うん、はい、ち、選手熱そう、熱いね、兄ちゃん、ちーちゃんも、うん、うまい、おいしい、はい、おいて、おいて、暑いね、うん、先生にもちょっとそれで飲まして、どう、うん、うまっ、おいしい、はい、大人の人はあとこれにちょっとラー油も入れてください、じゃあみんなも作ってくださいね。